伊豆大島にある大島警察署によりますと、今のところ地震関連の通報は入っていません。一部の港で桟橋を閉鎖するなどの対応を行っています。また警察官が海水浴場などを、えー、パトロールし避難を呼びかけているということです。 一方、八丈島警察署によりますとこれまでに被害や関連する百1番通報などはありません町役場は防災無線ですでに津波注意報が出たことについて放送を行ったほか警察官が島内の釣り場や海水浴場などをパトロールして海辺からの避難を呼びかけているということです。